はい、内田さん、はい、とうとう来ましたね。来ましたね。やっと撮影ですね。ここは何でしょうか。ここはプロテイン専門店エゾボリック原宿といって、はい、まあその名の通りプロテインの、まあ、専門店と思いきや、結構そのプロテインとかサプリメントのセレクトショップみたいな感じで、トレーニングギアとかいわゆるトレーニング系のものが全て揃いますし、かつまあサプリメントとかは一般の方に向けても、まあ、栄養とかね、健康においていいものが揃いますよっていうお店です。内田さんってここのお店とはどういう関係なんですか？一応自分の会社ネオラボの方でこのお店のオーナーをさせてもらっていて、まあ、このエゾボリックっていうのはもともと北海道で誕生したんですよ。自分の高校からの友達の菅野って社長がいるんですけど、菅野がエゾボリックってまずお店を作って、それこそ今でこそこう自社のブランドも立ち上げたりとか、もともとは札幌で始まったそれこそセレクトショップみたいな感じが今こうじゃあ全国に展開していこうと、まずじゃあ東京に展開しようとなった時に、菅野自身は北海道拠点なんで、じゃあ東京の拠点はネオラボとして、フランチャイズで出させてもらおうってなって今、出させてもらったような感じです。じゃあ今日はちょっとこの店内の、そうですね、紹介、はい、店内の紹介はじゃあ優秀なスタッフに任せようと思います。さあ早速行きましょう。来ました。お願いします。英語も堪能で、もう誰でもね、こうなんだろう、フレンドリーな接客が、話題の坊ちゃんです。My name is っていう感じなんですよ、坊ちゃんは。じゃあ坊ちゃん、ちょっと上のフロア、このプロテインフロアの説明をお願いします。はい、まず上のフロアがプロテインのフロアになって、こちらがまずエゾボリックのオリジナルプロテインですね。トータルで今12フレーバーあって、試飲もできるような形になっているので、ぜひ店舗にお立ち寄りください。で、こちらのエリアがバルクスだったりリフトで、他には横川さん監修のビルドだったり、ダルビッシュ有投手監修のユートリション、あとは人工甘味料が不使用のメーカーのウルトラだったりとか、オーガニックのプロテインなんかも取り揃えてるんで、いろんな本当に用途に合わせたプロテインをご提供できるかなと思います。あとは女性の方なんかに、ダイエットとかで食事の置き換えとかにプロテインをお使いいただく場合もあると思うんですけど、そういった方にはこう吸収スピードが一般的なホエイのプロテインよりはゆっくりなソイプロテインだったりとか、あとはこうソイとホエイをダブル配合しているようなダイエッターっていうバルクスさんの商品もあるので、本当にこうお客様とカウンセリングをしながら用途に合ったプロテインをスタッフが提供させていただくような形になってます。はい、いや、まあ、プロテインってこういろんな味があるじゃないですか。なんかこうどれにしたらいいかなとかってなった時に、なんかこのお店の強みがあるって聞いたんですけど。はい、そうです。基本的に当店を取り揃えているプロテインが全て試飲が可能になっているので、ちょっとネットで気になるフレーバーだったりが見つかった際には、まず試飲していただいて、本当に口に合うかどうか、やっぱプロテインってまず続けてもらわないことには効果がなかなか得られないと思うので、で試飲していただいて、しっかり味確かめていただいて購入するっていうような形が一番納得してお買い求めいただけるかなと思うので、あと他にもそういった方のためにこう1回分の1食分のプロテインなんかもご用意があるので、ぜひお試しください。はい、よし、そしたらじゃあ下のフロア行ってみましょう。上がプロテインで下がサプリメントか、こうギアがある感じです。お願いします。よいしょ。まず自己紹介お願いします。はい、店長を務めます左沢です。よろしくお願いします。店長です。店長です、うん、左投げです。左沢です。はい、よろしくお願いします。よいしょ。そうですね、こう下の階がまあ主にこうサプリメントだったり、あとはまあギア系で、またこうボトルとかまあ食品系をこういろいろ取り揃えてるんで、まあ、サプリメントだったらこう使用用途によってお客様に合わせたものをこうご提案させていただくっていうところで、あとはまあ食品とかはもう本当に低脂質高タンパクっていうところをまずメインに考えて、その中でもやっぱり美味しいものをこう食べ続けやすいというか、こう食べていただきたいものをこうピックアップしているので、味的にはこう自信持って提供させていただいているものになります。うん、いや本当こうまあ見てわかる通り、こういろんなものがあって動画だけではとても説明がつかないんですけど、まあとりあえずはなんだろう、来たら何でも揃いますよっていうトレーニングに関してとか、まあ健康とか、まあ、そういう部分で何でも揃いますよっていうようなものは揃えてるような感じですね。はい、はい、結構面白いと思うのがこの自販機です。ちょっと店長説明。はい、こちらがあのプロテインをこう作ってくれるマシンになるんですけど、まあ今こちらのマシンで作れるプロテインはオリジナルプロテインのエゾボリックのプロテインを今こう6種類ピックアップさせていただいてこう作っていただくものになるんですけど、
もう本当に実際にこうボタンを押したらすぐコップが出てきて作ってくれるっていう、結構そのエンターテインメント性もあって、まあそれもまたこの店舗に来るメリットかなっていうところもあるんで、確かに面白いですね、ま、はい、ぜひまた皆さんのご来店お待ちしておりますんで。これは誰でも飲める？あ、いや、じゃあこの動画見たって言ったらこの試飲は一杯無料にしましょうか。はい、それでいきましょう。まああとは常時あのなんだ、例えば SNS への投稿とかそういうのでプロテインの一杯プレゼントとかやったりしてるんで、まあ来たら、何かしら飲めるかなっていう感じですかね。まああとは普通試飲一杯300円とかで飲めるんで、結構こう何個でも飲んでみたらいいんじゃないかなっていう。はい、はい、よし、じゃあ、スタッフが選ぶ厳選3種、まず、まあ、一応オーナーとしてね、実際自分が使っているもので言わせてもらいます。これまずダルビッシュさんの、ユートリションのシェイカーです。これ多分店舗で販売してんのきっと日本中でここだけだと思うんで、これはおすすめですね。はい、あと多分安いと思うんですよね、他のシェイカーに比べて。比較的あと量もたくさん入るんで結構いいと思います。で、個人的に、まあ、サプリメントで飲んで体感があったゾーン、これはまあ、その名の通りこうラグビーの稲垣さんがハレオと共同開発で、まあ、ゾーンに入るみたいなイメージなんですよね。いろんなの入ってるんですけど、ベータアラニンとかクレアチンとかチロシンとか、まあ、そういう興奮系カフェインも入ってて、自分のなんだ気持ちを高めるっていうかモチベーションを上げて、自分自身結構ピッチングとかトレーニング前に飲むと割とやっぱこうガッと入る感じがあるっていうか、うん、すごいおすすめですね。で、あとビタマックス、これ本当に自分がいろいろ自分の友達とか、まあ、それこそこう普通にサラリーマンの友達とかにお勧めしたら、やっぱこうなんだろう、体の調子がいいというか、まあ、単純にやっぱビタミン不足してる人多かったりするんで、まあ、これは人として取るべき。ゾーンに関しては正直結構アスリート向けだなっていうのがあるんですけど、まあ、ビタマックスはなんかなかなかやっぱ野菜だけで取るの難しいんで、みんな取った方がいいんじゃないかなと思います。あとまあネオラボ4つ目になりますけど、これめちゃくちゃ売れてるんで、はい、次ボーちゃん。はいはい、続いて、ボーちゃんおすすめ、はい、お願いします。まずプロテインはもう、エゾボリックの中でダントツですね。コーヒー味です。もうこれが一番もう自分のお気に入りのプロテインで、もうずっと飲み続けてますね。これがやっぱもう3キロで買っても飽きずに飲み続けられることもできますし、あとはこうブラックコーヒーなんかで割って朝から飲んでもタンパク質取りながらカフェインも取れて、いい一日のスタート切れるんでおすすめです。で、他のプロテインでいうと、ソイプロテインのバルクス黒蜜キラパージですね。こちらがもう本当にソイのプロテインの中ではダントツの売り上げで、こうソイプロテインの良さを逆に引き立ててくれる黒蜜きな粉が本当にこうダイエットにもおすすめですし、こうソイの嫌なこう粉っぽさっていうのもなかなか防げてるんで、防げてる、はい、いやむしろ活かしてるね。はい、なんでおすすめです。カロリーは半分ぐらいなの大体ホエイの。そうですね、カロリー半分ぐらいですね、ちょうど半分ぐらい、はい、ちょうど半分ぐらいになってるんで、はいはい、女性の方なんかにもすごくおすすめです。で、最後がこちらネオラボの電動シェイカーですね。こちらもワンタップで勝手にプロテインシェイクしてくれるんで、自分も愛用してます。で、もうやっぱプロテインの嫌なとことして、やっぱダマができるってすごい嫌なポイントだと思うんですけど、これでもうシェイクしてもらえれば絶対ダマできないんで。あとは若干のこの照明、これがやっぱ家とかで間接照明の代わりとかにもなってくれるんで、なんかほんといい感じなんで、結構こうまあ夜景とか夜のこう見ながら、この光を見ながら、ああ、はい、家の装飾なんかにも置いていただけるような商品になってるんで、まあプロテイン以外だったらこちらですね。はい、この3つです。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、テントじゃあ、はい、おすすめ、そうですね、3選お願いします。わかりました。まず一つ目はこうプロテイン専門店なんですけどポマードがあるっていうところで、このワコマリアとブロッシュのコラボのこのポマードを僕個人的にも使ってるんですけど、こう本当になんか風呂上がりのあのなんていうんですかね、こうフレッシュな匂いがたまにこう歩いてる時でも自分で感じるくらいなんかいい匂いするんで、個人的にはめちゃくちゃおすすめです。で、水溶性なんでもう本当に水で洗い流したらもう嫌な感じもないんで、結構おすすめの商品です。で、あとはこう食品系だと結構この塩ラーメンと醤油ラーメンでカレーうどんのあるこうこんにゃく麺のシリーズが僕は個人的にめちゃくちゃ食べやすくて、で、リーズナブルだし、このままこうバッグに入れて、で、会社とかでこのままレンチンしてそのまま食べれるっていう、またそこまで全ていいん で塩も美味しいし、このも醤油とかももう本当に魚介系つけ麺の味みたいな感じで、一番危ないのはカレーうどんなんですけど、もうちょっとご飯食べたくなっちゃうぐらい、結構しっかりした味付けになってるんで、
僕個人的にはめちゃくちゃおすすめの品なんです。で最後にこのパワーチューブさんのあのパワーグリップ結構めちゃくちゃおすすめで、まあ、比較的にまあちょっとに短めではあるんですけど、内側と外側でこう生地が違ってこう本当に滑りづらい加工になってるんで、こちらのシリーズがもう僕個人的にはすごくおすすめなんで、ぜひ手に取って見てください。おい、It's not digital. Yeah, not measuring in the way and the process. Sorry. Yeah. So what is this one? Yeah, this is the only one. How about Japanese protein? Is it good? Yeah, yeah. It's very good. It's really good. オーナー自ら今接客してる様子でございます。はい。You have a shopping bag? Yes, please. Okay. Yeah, chocolate. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Good job.